今日実は話すのはマーケティングのデジタル化ということを皆さんにお伝えしたいメッセージです。なんとなくデジタルマーケティングで、しかも私の顔が見えているとアドテクノロジーだとかダイナミッククリエイティブだとか DMP だとか、そういうマーケティングのデジタルツールを皆さん念頭に置かれると思うんですけども、変化の激しい市場の中の業務をぜひデジタル化して加速度的にもっと進めていきましょうというのが今日のメッセージングです。なのでサブタイトルにデジタルネイティブジェネレーション Y ジェネレーション Z って書いてますけども、ちなみにジェネレーション Z ってアメリカ人がつけている単語ですけど、いや Z で打ち止めなのかっていうと多分違ってて、この後も新しいジェネレーションの人たちが入ってくるわけですよね。新しいマーケット環境を僕たちがうまく捉まえてマーケティングするためにどうしたらいいんだろうって話を今日ちょっとしたいと思います。とよくデジタルマーケティングの話をするときに皆さんからご質問を受けるのは、やっぱりメディアの変化が早いからメディア変化に対応するためにデジタルメディアを使わなきゃいけないんだよねっていう話になると思うんです。皆さんがお使いのメディアってそんな歴史長くないんですよと。昔 NHK でこういう大草原の小さな家ってドラマをやってまして、オルソンさんちがやってたことって面白くって、皆さん今 CRM って言うじゃないですか。オルソンさんち CRM やってんですね。まあオルソンさんちに遠いところから馬車で買い物に来るんですけど、その馬車で来るうちってのは1ヶ月に 1,2 回しか来ないんですよ。でもオルソンさんちはそろそろあいつんちのろうそく切れそうだなって理解してるんで、ろうそく先回りして入れてくるあるわけですね。でなんでできてたかっていうと、この時はお店の側とコンシューマーがすごい近くて人数がお互い少ないんですね。で今やんなきゃいけないのは1対相当な数なので、コンピューターで CRM やらなきゃいけない。日本はその後百貨店が1904年に三越呉服店が百貨店宣言をされて、合わせて1925年にラジオができ、でスーパーと言われるものは1952年にできて、ラジオがテレビが1953年にできると。で実はここからの日本の歴史って面白くって、流通産の変化とメディアの変化って割と1対1の関係なんですね。ラジオによって百貨店がみんなのところに知らしめられることにあり、スーパーの宣伝をテレビでやることによって安売りが皆さんに告知されて皆さんがスーパーに買い物に行く。1979年携帯電話出てくるんですけど、実はここに近いのはコンビニエンスストア、ドラッグストアの台頭です。つまりメディアとお店というのは割と近い変革を起こしているんですね。ところが実はこの後 EC って来るじゃないですか。今まではこのマスマーケティングがマスメディアと一緒に成長したんだけど、インターネットって新しいマーケティングはどうも今までのメディアとは一緒にやれていないっていう問題があります。じゃあ先に言うとラジオとかテレビって死んだのかなって話をちょっとしたいので、文化放送さんから広告主付きテーブル表をいただきました。サイバーエージェント広告売ってんですよ、ラジオで夜の深夜の1時です。まあ、コンテンツはですね、ボーイフレンド（仮）アプリに出てくる声優さんがトークをするんですよ。逆に言うとラジオだからやれるマーケティングもまだあるんですね。テレビは中山律子さんがどんなにすごい人だったか、当時2、300万人のファンがいたんだと思うんですよ。事実テレビ東京とかでボーリングの視聴率って当時 15% くらいあったはずなので、でよく言うのが AKB48 なんですよ。中山律子さん一人で200万人じゃないですか。 AKB48 って100人くらいいるわけですよ。一人で3万人なんです。昔は中山律子さんがシャンプーしてるだけで、あ、中山律子さんがしてるんならうちもフェザーねって言ったんですよ。今 AKB48 100人出たら100人同じシャンプーするはずがないので売れないわけですよね。だから逆に言うとラジオテレビが死んだんじゃなくて、こういうアイコニックなタレントがいなくなったんで、こういうタレント起用ができなくなってテレビコマーシャルが難しくなってきてるかもしれないです。だからメディアの問題ではないんですね、実はね。